こんにちは、速軸の久保ですえ今回は FX についての質問に答えていこうかと思います。まあ、私は1時間という時間軸でエントリーをしています。で、4時間とかデイリーでエントリーすることはありません。で、30分、15分、5分、1分という時間軸を見ることは今はほとんどありません。まあ、なぜなのかっていう理由が2つあります。まあ、1つはですね、まあ、1時間という時間軸が最もバランスが取れているんですよね。 これが回答になります。細かく説明すると、基本的には投資っていうのは、長期目線が一番安心して楽に稼げるんですよ。つまりは、1日とか1週間とか1ヶ月という時間軸で、大きなお金を投じて、あとは放置。これが一番いいんです。最も稼げるのはこういうふうなやり方なんですよ。ただ、私たちは、資金を細かく外に出して、 現金としてて使っいいいきたいっていう形になりますよね、まあ、私はともかくですよ。私は一旦入れた資金をずっと預けておくことはできますけども、私が何のために FX をやってるかっていうとね、これは二つ目の理由にも繋がってくるんですけども、今お暮らしになっている方が、まあ、少なくとも毎月 FX から資金を抜き出して、それによって暮らしていく、もしくはプラスアルファ5万10万の副収入にするっていうのを皆さんにお伝えするためにやってますんで、やっぱりね、 1>, 1ヶ月とか2ヶ月とか資金が出せない。そういうことになってくると、なかなか不自由だと思うんですよ。ですんで、1時間っていうことにして、1時間のエントリーをするとね、ものすごくいいのが、1日で完結できるんですよ。2つ目の理由につながってくるんで、あと、この後は説明してますね。で、なんでね、買い足でエントリーしないかってことになります。 1>, 1分、5分、10分、15分。まあ15分ですね。1分、5分、15分、30分という時間軸がありますけども、この時間軸でなぜやらないかっていうと、時間が短ければ短いほどギャンブルに近くなるんですよ。長い時間で見ると投資になる。短い時間で勝負すると、これはどちらかというとギャンブルに類するんですよね。まあですんで、偶然性にものすごく左右されるんで、勝ちにくいというふうに私が考えているんで、短い時間軸ではやらないようにしている。 で結果1時間が一番バランスが取れてるねってことになります次はね2つ目の理由についてお話しします